この連休中のさなか、玉釣りにお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、玉釣り保存会の会長をしております、池田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。この玉釣りの開催にあたりまして、多くの団体の方々に、ご協力いただいております、まず区役所、それから鶴見警察署、鶴見消防署、並びに鶴見区自治連合会、その他氏子青年会、あるいは小学校、中学校、本当に多くの団体の方々のご支援をいただきまして、開催することができました。すでにこの玉釣りにつきましては皆様ご存知のことと思いますが、横浜で一番古い鶴見神社でございます。昔から、五穀豊穣、子孫繁栄を願って、鶴見に住んでいる方がですね、毎年奉納してきたという歴史がございます。明治5年にですね、一旦途絶えまして115年ほど途絶えてしまったんですけれども、昭和62年に、当時の鶴見神社の宮司さん、あるいは鶴見歴史の会の方々、あるいは地域のお住まいの方々等のですねご協力を得まして、その他古文書としてですね残っているのがございまして、まあ、こういうものを参考にして忠実にですね再現することができました。で、本年で32回目を迎えたところでございます。おかげさまでですね、全国に知れ渡る存在にもなってきております。まあ、こんな中で、私ども玉釣り保存会はですね、鶴見の誇れる行事といたしまして未来永劫伝承してまいりたいというふうに思っておるところでございます。今日は演者の方々、鶴見の繁栄を狙ってですね一生懸命演技をいたしますので、どうか最後までごゆっくりお過ごしいただきたいと思います。今日は誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは鶴見区長の森健二様、一言ご挨拶の方でよろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました鶴見区長の森でございます。本日はこのように多くの方にお集まりをいただいての玉釣りの開催、誠におめでとうございます。そして、玉釣り保存会の皆様、関係の皆様には日頃から鶴見区政の推進、そして文化振興に多大なるご尽力をいただいておりますことを御礼申し上げたいと思います。今池田会長からお話のありました通り、100年以上の時を経てこの玉釣りは復活し30数年が経ちました。今では鶴見区周辺だけではなく遠くからもこのイベントを見に来るというぐらい、地域に根ざした、そして全国に知れ渡る素晴らしい、伝統文化となってまいりました。あさってからは平成が終わり令和という新しい時代に入ります。時代を超えてこの玉釣りという伝統文化がさらに発展することを期待しております。そして一つだけ皆さんにご案内したいと思います。あまり時間がなくてですね周知するチャンスがなかったんですが、5月1日から3日まで朝10時から夕方4時まで区役所の1階でですね、ご即位の記帳所を設けておりますので、周知する機会がございませんでしたのでこの場をお借りして少し皆さんにご案内をさせていただきたいと思います。そして最後になりますが、この会のますますの発展とお集まりの皆さんのご健康、そして新しい時代が本当に平和な時代になることをご記念申し上げまして簡単でございますが挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。はい、森区長ありがとうございました。続きまして鶴見警察署長須藤雅彦様、一言ご挨拶よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました鶴見警察署長の須藤でございます。この鶴見神社の沿革、それから玉祭りの歴史、ただいま伺いまして、まさに皆様方の伝統を継承するその気持ちが、こうした賑やかなお祭りが開催できることとなった、それに対しまして深く敬意を表させていただきます。さて、私は今を去ることちょうど40年前に、今は閉校して亡くなりましたけども、鶴見線の鶴見小野駅で降りてありました鶴見工業高校を卒業いたしました。以来40年、ちょうど40年ぶりにこの町に帰ってきて感じましたことは、こんなにも安全で安心で暮らしやすい町になったのかなというのが実感でございます。考えてみますと、新しいもの、町はどんどん新しくなっていく、しかし一方でこうした古いものを大切にしていく、この玉祭りが復活した昭和62年、考えてみるとちょうどそれからこの鶴見が安全で安心に町になっていったような気がいたします。まさにそういった皆様方の新しいものの中にも古きものを大切にしていく、そういった心がこの町を作ってきたのではないかと思います。これから私たちはこの安全で安心な鶴見区、さらに安全で安心になるよう署長以下一丸となって職務に邁進してまいります。結びにあたりまして、金子宮司をはじめ皆様方、ご列席の皆様方のますますのご隆盛ご多幸ご健勝を申し上げ、私からのお祝いのご挨拶をさせていただきます。本日はおめでとうございました。須藤署長ありがとうございました。続きまして鶴見消防署長山田博之様、よろしくお願いします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました鶴見消防署長の山田でございます。鶴見玉祭りの開催、誠におめでとうございます。保存会の皆様、そして、関係者の皆様、大変にお疲れ様です。ありがとうございます。この祭りは五穀豊穣、そして、子孫繁栄を、祝う、そうした西への地域の取り組みを再来したものということでございますけれども、先ほど来から私もこの会場に来まして、さまざまな演目を拝見して、本当にその五穀豊穣や子孫繁栄の大前提が、本当に地域が安全で皆さんの暮らしが安心して暮らしいただける、その大切さ、そうしたものを改めて強く感じたところでございます。こうした場所でややふさわしくない話かもしれませんけれども、昨年の秋ぐらいから鶴見区で、火災がちょっと相次いで横浜市内一番多いような状況が今も続いております。私たちもしっかり皆さんの安全で安心な暮らしを守るためにしっかり仕事を頑張っていこうと思っておりますけれども、どうぞ皆さん方もご家庭の火の元に十分ご注意いただきたいなというふうに思っているところでございます。今日はやや気温が下がっておりますし、これから少しまた下がるかもしれませんが、風邪などひかれませんように十分お気をつけ、一緒にお祭り楽しみたいと思います。本日は大変におめでとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして、鶴見区自治連合会長石川健二様、ご挨拶のよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介になってくれました石川でございます。本日は玉祭り誠におめでとうございます。私は生麦地区でジャモカモ保存会っていうことを、やっておるんですけども、本日のようにきらびやかに、そして厳かにこのお祭りが始まることをちょっと焼ける気持ちを持っておりました。我々は本当に土俗的な、お祭りを何年にもたって、続けております。もう5月に入りますと、早速かやを買って、そして干して蛇を作るということから始めるんですけれども、文化っていうのは同じ人々によって同じ体験をし、そして続けていくことが大事なことだというふうに思っております。鶴見には玉鶴、そしてジャモコモと
という伝統的な行事があります。ぜひ皆さん方も折に触れて、見ていただければというふうに思いますし、ことによっては参加していただければというふうに思っております。これから玉釣りの本番が始まるというふうに思いますけれども、本当に、和やかな雰囲気の中でこれから拝見させていただきたいと思います。共に鶴見の文化を支えていきたいというふうに思っています。皆さん方一つどうぞよろしくお願いいたします。石川会長ありがとうございました。それではですね、皆さんご登壇いただきまして、東口の方行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、顧問の先生の方のご紹介に入りたいと思います。衆議院議員前国家公安衆院国家公安委員長前防災大臣小此木八郎様、そのままお会いしてください。神奈川県会議員川崎周平様、山田和美様代理の山田和正様、横浜市会議員渡辺忠則様、舞台へお上がりください。それでは代表しまして、小此木八郎様、ご挨拶の方でよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。先輩のお話が、いろいろございましたので、私からはこの玉釣りはですね、再興されてそのほとんどが平成30年、30年間にわたって、行われてまいりました。鶴見区民の皆さんに先ほども先輩方がお話をいただきました、本当にこのお祭りを支えていただいてこれまでいらしたことに心から感謝をし、新しい御代である令和という時代に、健康な体で皆さんがこの玉釣り、また来年もですね、こうして賑やかに行われ、お支えいただくことを心からお願いをいたしまして、期待をいたしまして、一言挨拶に帰る次第で、あります。今日は私たち議員と他に、こちらにも井上咲楽市会議員、東道夫市会議員、また参議院議員の島村議員もいらっしゃっております。共に、皆さん力を合わせて新しい時代、いい時代にいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。東口の方にですね、そのまま続いていっていただけますでしょうか。よろしくお願いします。続きまして、おみき振る舞いの方に、移ってまいりますので、よろしくお願いいたします。おみき振る舞いの準備の方よろしくお願いできますか。おみき振る舞いをお願いしたいと思います。ですね、前鶴見区の連合会長、小山さん、よろしくお願いします。もしいらっしゃいましたらですね、姫役の、塩田さん、佐久間さん、おみき振る舞いをお願いしたいと思います。あと姫役松原育美様、皆様にですね、会場の方におみきを振る舞っていただきたいと思いますので、デビジコ総代の昼間さんもいらっしゃいました。始まるのにお願いします。こういう挨拶と、あとなんかこう、ここ まとまってる、やぶさめ、
かかる。市会議員の井上さくらさんなんかもいますか。いた、帰ってきた。あんまりね、あの、あれよ、おみきを振る舞ってやってください。これからどんどん餅拾う、東道夫さんなんかはいますか。東道夫さんいませんね。いい匂いがしますね、お酒の。どんどん皆さんに振る舞ってあげてください。僕も飲みたいな。いい匂いがするね。あ、お酒の香りが。昼間さんいますか。いません。ありがとうございます。大丈夫ですか。それではですね、宇治子総代、鶴見神社の宇治子総代の蛭間健一様より、おみき振る舞いの乾杯を皆さんでしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。蛭間さんどうぞ。おみき振る舞いということで、ここまで非常にこの玉釣りが大きく育ってきて、でまた年号が改まってもより人気のある玉釣りになりますように、記念しまして乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。蛭間さんありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、引き目行事の方の準備に入っていきたいと思いますので、準備の方よろしくお願いいたします。
対策を頑張らせてもらって、2人揃って、その時の国際対策を行って、またまあ割と、今回はすごいプログラムになって、3人とか4人ぐらい入るぐらいの魅力があるので、それをやってるわけです。はい、それでは姫行事の方に移ってまいりたいと思います。本年の一の弓の引き目役は旧鶴見村名主、塩田和人様が務めます。それではお上がりくださいませ。あっち危ないね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。おじさん危ない。どうぞ。ありがとうございました。弓はですね、記念にお持ち帰りください。それでは二の弓はですね、地域代表として、豊岡第一町内会松原郁美様が務めます。それではお上がりください。よろしくお願いいたします。お持ち帰りください。記念に素晴らしいですね。松原さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。それではですね、引き目行事も終わりましたので、本題の上穂木歌の方に入っていきますので、準備のほどよろしくお願いいたします。